文化の交差点づくりクロッシングキャラバン、個性豊かな仲間たちとともに日本各地を巡り文化観光を広めるプロジェクトです。完成3年創業の老舗三国提灯糸屋さんへ。ここには父親を助けたい一心で家業を継ぐ女性職人さんが。受け継がれるその思いとは。おはようございます。分業制の提灯さんが日本中でも多いんですけど、うちはこの一店舗の中で分業みんな分担して一つの提灯を仕上げてます。うちは昔ながらの製法で手作りの手書きでやってます。ただ作るだけで終わるんじゃなくて、そういう提灯をちょっと街を盛り上げる仕掛けにもしたい。みんなが作った提灯でちょっと提灯ロードみたいな感じで。提灯ロードめっちゃいい。三国のみんなでこの祭りを盛り上げるっていう、そういう流れにしたいっていう夢もあり、旧日本の伝統工芸なのでこの提灯っていうのはやっぱこの続けていきたいって気持ちもあるんですけど、まあやっぱすごく大変っていうのが今現状なので、そうじゃなくて、自分の子供がやりたいって言った時に、じゃあ一緒にやろうって言えるような環境づくりを今するのが今目標で、少しずついろんなことを変えていってます。一番嬉しいのはミディアマンの取り巻きです、コロナ1年も過去最高で10万件ほど取材です。その思いは海外にまで。タイトル面白いですよ。ご自慢ありがとう。誰なのかなって。すごい。これもこれも嬉しかったです。いやすごいですね。これ今パリの本屋さんに売ってます。これデザイナーさんから連絡があって、これは3時間ほどここで地元で取材を受けたんです。フランスの方だけども日本語ペラペラ。趣味が落語っていうことです。提灯にタク入れた作品も作ったことです。やっぱ何でもそれも、やってみればわからんことだし、失敗する場合もありますよ、必ず、それも成長の過程やなと思うし、最初からフランスのお仕事したらやっぱやったことないし、ちょっとできるかなってなっちゃう、量もちょっとね、300個近くあった地方やったんで、できるかっていうそういう不安もあったので、多分断りしてたかな。でももうこういう、今までの実績や京都の実績とかもあってみたいな、300年まで、それも目指してまたよろしくお願いします。はい、お願いします。これはもう